どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、タウンホール7の配置でですね、鋳型と呼ばれるものをですね、紹介していきたいと思います。早速見ていきましょう。はい、このような配置なんですけれども、まず最初に言っておきます。タウンホール7のクラン専用配置において、やはり私が一番おすすめするのは灯火型の配置だと思うんですね。灯火型のですね、詳細については、動画概要欄のリンクからご覧ください。そのですね、やはりタウンホール7でこういう配置をですね、組む時に、大切となってくるのが、タウンホール7って対空砲が2つしかないんですよね。そしてさらにレベルも低い対空砲が2つしか置けないわけですよ。そう考えるとですね、もうドラッシュ、タウンホール7でドラッシュできますよね。レベルドラゴン1のドラゴンを、8体9体ぐらい、7体ぐらいかな、持ってきますよね。そのドラッシュをですね、したら確実に星さん取れてしまうんですよ。もはやもうそのドラゴンを列で出して、もうサイドカットをしてですね、しっかりとやればタウンホール7からドラッシュをすれば、ほぼほぼ普通にやっていけば星3取れるんですよ。ですけども、取れてしまうというか、取られてしまうんですよね。逆にどんな配置にしても取られてしまうんです。なのでタウンホール7でドラッシュ対策はできないということで、タウンホール7でまだ使われるジャイヒーの攻めを、対策しようという考え方が灯火型であったり、このような配置なんですね。早速見ていきましょう。まず鋳型というものは、ちょっと見てもらえば分かる通り、鋳の字をしてますよね。どんぶりのどんの、点がないバージョンの、そういう文字をしているので、鋳型と呼ばれております。そしてですね、この、やはりその配置のメリットっていうのは、対空は普通にちょっと離れていて、さらにフィールドが結構またがい、フィールドにその全体に広がる配置ですよね。なのでやはりドラッシュに関しても、やはり時間切れを誘えるかなと思いますね。さらにジャイヒに関してもですね、ジャイアント、そのフィールドに密集している配置、フィールドにこう一点にこうガッと密集している配置ですと、やはりその 100% 取られやすいですけれども、このようにフィールドに全体に広がっている配置ということで、結構時間切れも誘えるかなと思いますね。タウンホール7においてですね、やはり本当にドラッシュも脅威ですし、やはりジャイヒーとかでも、取られてしまうので、やはりタウンホール7っていうのは非常に星さんが取られやすいんですね。なのでそこをですね、もうどうあがくか、やはりそのタウンホール8から攻められたらもちろん星さんに取られてしまいますし、同格のタウンホール7からドラッシュで星さん取られてしまうことも含めて、どう星さんを取られないようにするのかというのがクランでの立ち位置で重要となってくるかなと思うんですね。なのでこのようなフィールド全体に広がる配置というのはおすすめかなと思います。そのジャイヒーとかにその特化した灯火型とか、あとはそうですね、いろいろな配置ありますけれども、やはり、ドラッシュには厳しい。なのでそれを前提としてジャイヒー対策という感じで、このような鋳型、今回はそのジャイヒーに関して、灯火型のようにそのジャイアントに滅法強いであったり、ジャイアントを潰す配置とかではないですけれども、基本的に時間切れを誘う配置なので、もうあがくわけですよね、タウンホール7の時代は。ということでですね、今回は鋳型の紹介でした。ですね、クランの城とかも真ん中にあってですね、援軍とかもちゃんとジャイアントを送り出さないとその釣れないような形にしているので、結構使いやすいかなと思いますね。あとはやはりそのもういっぱいいっぱいにフィールドを使うことが重要となってくるかなと思いますね。はい、ということで今回は、タウンホール7の配置を紹介していきました。ぜひともですね、使ってみてください。タウンホール7の方は灯火型とか、こういう鋳型とか、あとはサブマリン型という、いろんな配置ありますけれども、ぜひとも試してみて、自分のですね、お好みの、自分のそのクラン戦の立ち位置とかも含めて、自分のですね、その例えばドラッシュで攻められるんだったらこういう配置にしてみるとか、ジャイヒーでめっちゃ攻められるんだなという人は、灯火型にしてみるとか、いろんな、試行錯誤をしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。